404です。今回はこちらです。ナノブロックで作る日本の世界遺産第3号を買ってきました。今回のキットで作れるものはこんな感じとなっております。清水寺のパーツとしては東側霊堂を作ることができます。そして今回の第3号のピースだけを使って屋形船を作ることもできます。今回もこのチャンネルではこの号だけで完成させられる屋形船を作っていきます。中身はこんな感じです。組み立て説明書とピースが入っています。全部で93ピース入っていました。それでは制作していきましょう。屋形船が完成しました。はい、というわけで屋形船が完成しました。どうなんですかね。まあ近くで見ると中にね、空間ができてたり細かくは再現されてると思うんですけど、ちょっとね、無理があるんじゃないかなと思います。やっぱりね、1号2号のギター&スタンドと太鼓橋、あれを見た後だと余計にね、ちょっと物足りなさを感じてしまいますね。せめてね、もう一色濃い茶色とかがね、使われてたらまた違って見えたかもしれないですね。まあ限られたピースで再現しなきゃいけないっていうこともあると思うんですけど、もうちょっとなんとかならなかったのかなと思います。というわけで今回はナノブロックで作る日本の世界遺産第3号で屋形船を作ってみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。404でした。バイバイ。